ところだけチェックしよう。電車の中を通っていくような感じかな。その前にかザコキャラが増えてる。車両倉庫を抜ける。どこ入れないんだね。かといって出れるわけでもない。どうしよう。あー、どうするんだろう。7番がイスラム教諭ロッカハタが雪です。ロジェーティングです。あ、怖い怖い怖い。どうやっていくんこれ。あ、ターゲットが出たじゃん。あ、いつの間にか電気ついてる。あ、乗り込めるようになってるわ。なるほどね。戦うのかな。関係ないか。とりあえず一本道ですね。おっと、びっくりした。カモンって書いてあるから、ルートかな。違う方から行きたいけど、あ、ロックされてる。オッケーオッケー。これでこっち側も潰せそうですね。これで何ないかな。見つけた。あ、もう来た。全然気づかんかった。いやー、またあれ使ってるぞ。すぐあれ使うな。裏飯玉だっけ。あ、違う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 、隠れちゃった。あ、いった。裏飯玉強いな。その買い足しとかなかんね。だいぶきついね。何がきついって、この溶けるまでの時間がきつい。諦めないから。来たかな？入るかな？そろそろ。なんか回復全然しないな、今回。あ、まずい。あー、やりすぎだった。フェニックスのちょっと補充しとかなかんな、ほんと。よし、やっちゃおう。違う。
ファイヤーを発見。あ、またこれ再開するのかが、あの、きついですね。1回にしてほしいな。いや、これつくってなんだ。あ、いった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 。よいしょ、これで。あ、何で使え？あ、消えてるからってことか。ゴーストエイミ、ファイヤー溜めて、ファイヤー。疲れた。同時になっちゃったか。はい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 。はいや。よっ、オッケー。で、また溜めて。来た。あ、リミットいける。そう、あ、ブロックされちゃうか。リミットもさすがに。OK。 いやー、ちょっとタイミングが良すぎるんだよな。あ、でももう攻撃いけそうだ。よいしょ、 OK。 いやー、きつかった。回復だけしときましょうか。よし、行こう。結構あれですね、下水場から数えるとなかなか長いダンジョンをやってるような感じになりますね。ゴーストな、めんどくさい。見つけた？複数ゴーストきついですね。来た。下のあれを最初、あー、もうなっちゃったか。最初に叩き込みたかったな。まだね。これがね、やばいんだよ。裏飯玉ってやつがね。あ、あれがないのか。エーテルがないの。あ、隠れてるだけか。じゃあ、これまだ入らないね。あと1回ぐらいでいけるかな。これでいけるかな。よいしょ。あ、届いてない。あ、バスト入ったぞ。エアリスを一回回復しようかな。こっちってさ、ロック結局、あ、解除できたのか。あ？違うな、向こう側か。こっちから入れなかったんだっけ？あれ、わけわからんくなっちゃった。から入ってきたね。あ、魚あるじゃん。あ、違うな。こう来て、
からは。コーファーのドアが開かなかったってことか。ここがね。で、ロックを解除と。で、こう切ったところでバトルしてたわけか。ああ、分岐だな。上から行こうか。ノックされてる。ぐるっと回り込むしかなさそうだね。反対側。あ、地下、こっちか。で、あ、あるね。コインがちょっとフェニックスの補充したいな。で、こうか。よいしょ。いますね。気は抜けない。集中してこい。しまった。あ、いて頑張るね。何に引っ込んね。頼りにしてる。このOK。回復して、こっちは特にないか。どうやって来たんだっけ？降りてきたんだっけ？ん？あ、これは？ひょっとしてこれだけ残ったってこと？反対側とは？どういうことだ。わからんになっちゃったな。でもこれは買って、フェニックスの方が欲しいな。あ、これ、値引きしてる。あと、ここぐらい買っとこうか。せっかく値引きしてるから、買っとこう。メガポーションなんてありがたいな。これで、癒しのベンチ座って。なんか道がね、わからんなっちゃったな。制御室っぽいとこ来ましたね。一応ね、パネルが見えてる。壊れてますけどね、大概。あ、ん？来るぞ。リファ。なんかティファちゃんの方が怯えてるの可愛いな。いや、ボスかな、これは。かなり過激ですよ。うわ、いっぱい来た。見つけた。ん？ビッグサイズ出てきそうだな。いや、来そう。いや、来たぞ。でかいぞ。
遊びに付き合う暇はない。せやせや。最近でもね、ボスね、あれなんですよね。とりあえず1回じゃ倒せないっていうね。とりあえずノーキーモレンダーにしましょうか。あ、ヒートになるとひょっとしてだね。そうかもしれんね。こんな感じだな。うん、ヒートじゃないと入るもんね。あ、これは入るか。あ、でもそうでもないか。なんだろう。タイミングよくやられた感じかな。ノーケアあるかな。あ、寝ちゃったか。形態的なキャラクターが本当なんかね、キングダムハーツのナイトメアの世界にね出てきそうな感じですよね。ソウルボイスってどうやって強いんだろうね。ブロッカー、この時はファイヤーとかが打ってことかな。一回誰か回復してあげよう。回復してもらってばっかだよ。あ、テール捕まってるじゃん。ちょっと待って助けてあげなきゃ。なんでなんで、これならいけんか。
たな。怪しかったな今。オールボイスクール、これかわしようがないんかな。何やろか、何の方がいいか。あ、あ、行きたかったな。よいしょ。痛い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 。これ何なんだ。失格回復したの。行けそうだな。ソウルボイスは離れてればいいのかな。あ、そうか、今ダメか。もうすぐハイリミット、よし来た、行くぞ。いやもうめんどくさいな。なんでこのタイミングやねんっていう。よいしょ、待って。え、リミットを預けってこと。うわ、3番手だな。リミット打ってくれたんかな、結局どうなったんだろう。よし、ゴリ押しに行けそうだな。いやー、うっとうしい。本当にうっとうしいな。ゴリ押し行こう。タタ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 。はい。ちょっとちゃんと一回、ケアル入れるか。あ、ビジネやっとくっていうのが気になったね。しまったな。タタタタ。よし、ケアちゃんで決めよう。ちょっと待って。ジャストすぎるだろ、すべてが。よし、やっつけた。かくれんぼ、誰かに見つけてほしくてずっと待ってたのかな。何の話だ。戻ってクレーンを動かそう。うんうん。いやー、きつい戦いだったな。もうどっから来たかわからんくなっちゃうね、戦闘が入ると。ロック解除で、あ、さっきあれか、そこからこう来たけど鍵がかかってて、みたいなってことか。それで？ん？何をどう行けばいいんだ？クレーンだから、ここは関係ないんか。結局。マークがついてるけど、階が違うってことかな。ちょっと待ってよ。これは何だろう。車両倉庫抜ける。また同じようなルートになるけど、いいんかな。合ってなさそうだな。列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられない。
あ、この方向でいいのかな。捕まってるのはあの子たちかも。ここか。その話はもう。あ、こんなとこに機械あったんだ。よし、オッケー。よかった。動いたね。通れるようになったかな。行ってみよう。これで来た道を戻る感じかな。戻る方法は、そこの階段かな。ここ上がってきたんでしたね。こう抜けて、こうか。え、道できてる？え、できてなくない？なるほど。これあれかな？電車抜けれるようになってるね。なんかドラゴンみたいなのおるけど。急ぐ。あ、カメトカゲか。カメトカゲさんですね。出て。OK、よし。これは特になんもないか。あ、あるじゃん。山彦煙幕で。列車の間を行く感じか。で、右が空いてんのかな？ OK。やったね。抜けれたかな？うん。早く外へ。大丈夫かな？なんかもう一悶着ありそうだな。そうだよね、マリンだよね。黒い風に連れて行かれた子はね、ずっと列車墓場をさまようんだって。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、わかった。それでね、昨日はベティがね、お父さんと、父ちゃん、遅いね。切ない。そうだね。今日は帰ってこれないかも。マリー、あのね、7番街に帰らないと。切ないな。ティファ。さあ行こう。とりあえずベンチありましたね。一回休憩しましょう。
よし、それではちょっと先に進みたいところですが、本日はここで終わりたいと思います。次回ですね、急いで7番街へ向かいたいと思います。それではまた次回お会いしましょうです。失礼いたしますです。